話を蒸し返すんやけど、皆さん敵はセフィロスやとかなんとか言うてますよね。皆さんの言う通り、かの英雄が死んでなかったとして、この人何してるんです？星を守るつもりらしい。え、なんや、いい人に聞こえますけど。星を守るためなら人はどうなってもいい。それがあいつのやり方だ。はあ、そらまたえらい過激ですな。人あっての町、人あっての星やのに。俺も蒸し返すか。敵は他にもいるぜ。俺たちの邪魔をするばかりか。愛も変わらず星からエネルギーをかすめ取るシンラカンパニー。ギック、お前のコネは最大限に利用させてもらう。だがもし裏切ったら、猫可愛がりの刑だ。俺はしつこいぜ。怖ぁ。あれがコスモキャニオン。美しく気高い私の故郷だ。生命学の聖地が俺を呼んでるぜ。楽しみだね。ただいま、ナナキ帰りました。ナナキ、おかえりよナナキ。無事だ、よかった。よかったな。わあ、ちょっ、ち、さあ、ブーゲンハーゲン様にご挨拶をしておいで。さあ、あの人たちにはほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。帰りましたってよ。かわいいよね。すみません、少々お待ちを。今朝空から降ってきましてね。ミッドガルの魔法炉爆破犯らしいですが、あなたたちは関係なさそうですね。ナナキの紹介もあるし、問題ありません。あら？ようこそ、生命学の聖地、コスモキャニオンへ。何か狙いがあるのか。用心、用心。星は我らに。この星に生きる。私はこの美しい谷で生まれ育った。本来なら谷を守る戦士になるはずだったが、不覚にも神羅に捕まり、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。今まで世話になった、感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ、別れが辛くなっちゃうよ。でもこの谷を守ることはオイラの使命なんだ。この野郎、ずっと騙してやがったな。犬だなんだと侮る輩が多くてな。おーい、ナナキー、ちっちゃい。今のでお別れ？谷にいりゃ
話す機会くらいあんだろ。俺たちがここに来た目的は何だ。生命学の復讐と行こうぜ。マッテリア、マッテリア。僕はよっこらしょっと。しばらくぼーっとさせてもらいます。探検、行ってみよう。この人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ななきが世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン。少しばかり星には詳しくてな。コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 、そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。オイラだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。オイラは父とは違うんだから。ほうほうほう、七木よ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。これは生命学習機。最新型が死んだ本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では始めよう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。この星はわしらの星。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる。体は朽ち、星に帰る。では意識、心、精神はどうじゃ。実は精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神が混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り、混じり、別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム。
すなわち星をめぐる精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃがその精神エネルギーがなくなれば、これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費、これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか。そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか。親切？いや、親切じゃな。うん、お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。お呼びでしょうか。お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。こちらへどうぞ。はい。私も。ん？ブーゲンハーゲン、巡る命が消えれば星は壊れ終わる、避ける方法はないのか。例えば巡る命を強くするとか。そんなことは知らん。だがわしの生命学はもう古いのかもしれん。これほど人が星に深く関与する時代などかつてなかったことだ。星も人も変わる、生命学もな。わしはもうじじいじゃ。学びきれないのは寂しいの。お主は生命学に興味ないのか。セミナーに参加するのがよかろう。父はいつも情けないと嘆いていました。父の理屈では私は。おお、そこのあなた、あなたの体験談を聞かせてください。私、そのライフストリームに落ちたんです。ライフストリームの中はとても美しいところで、いろんなことを思い出すんです。誰かに優しい気持ちになれたり、忘れていた思いをつないでくれたり。星の中は温かい場所なんです。でもそこには戦いもありました。星と星を脅かす敵との戦いです。私は、私たちは星と共に生きなくてはなりません。星と一緒に敵に、危機に立ち向かうべきなんです。でも戦い方がまだ分かりません。
ここでわかると思ったんですけど。生命学を批判してるわけじゃないんです。怖がらせるつもりもありません。ただごめんなさい、うまく話せなくて。気にすることはありませんよ。私たちはいつでもここであなたを待っています。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。さあそろそろ星送りの刻限です。皆さんキャンドルへと向かいましょう。先に行ってるね。私は古代種です。大昔にこの星を開拓したセトラの末裔です。この世界にもう一人しかいません。この血のせいで私は小さい頃から監視されたり閉じ込められたり怖がられたり、たまに無視されたり、いいことなんて一つもない。どんなに楽しいこと続いても血のことを思うと台無し。そんなことが何度もありました。普通の生活なんてできないんだって。憧れたり諦めたり、そんな私だからこそ出会えた仲間がいます。友達がいます。だからもう大丈夫。報われました。我慢してきてよかった。一緒にいられるように、いい人でいよう、そう思っています。普
通の人生は無理でも。来るのじゃ。聞かれてしまったか。ここにいたのか、ナナキよ。じっちゃん。お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。星送りの儀はどう思ったかの。最近はなんだか知らんが、錦目当ての客が増えての。感想を尋ねれば、綺麗、感動、壮大、泣けたとか、まあ10人いれば9人はそんな感じじゃ。心が動くのは良いことじゃ。星送りの儀にその力があることは素晴らしい。だが一歩踏み込んで生命学を学ぼうというものはまあおらん。犬や猫、鳥、魚、そして草花、みんな生きとることは誰でも知っておる。赤ん坊が生まれる、花が芽吹く、そこには誰もが命の存在を感じるはずじゃ。年も同じなんだがの。ほうほう、すまんの。ついぐちぐちと、年を取ると愚痴と説教が止まらんわ。頑張れよ。エアリスさんは素晴らしい仲間をお持ちなのですね。これもきっと星の導き。どうか。ほうほうほう。では行くとするかの。でもこの扉って。さよう。わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。うん。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行こう。
この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。いや、オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦え、命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほう、ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう、お主では七鬼の修行にならん。そうじゃのう、お主が適任じゃな。はお前、遠慮がなくなったよな。ほっほう、準備をしっかりな。はーい。し、死んでんのは。彼らが義賊じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。七鬼よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。うん、わかった。我らの遺物を探し運び、真実を解き明かせ。さすれば道は開けるである。おい、離せ。え、との戦いで滅びた後も憎悪が積もり、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とて故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はーい。我らの亡骸、石像を運べ。ここは祭壇？どっちかっつうと呪いの間って感じじゃねえか。ほう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 、
なかなか面白い見立てじゃのう。この像、さっきの。すべてのことに意味がある、すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことは分かるな、七木。我らの亡きがら石像を運び、正しき祭壇に祀れ。千年の昔、この谷の歴史は貴族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃貴族を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの貴族がどうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう、お前の真実を探しに。この洞窟は貴族と人の世との境界線。ここから貴族に攻め込まれたら谷はひとたまりもなかったじゃろうな。そうだね。しかし、ある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。え？戦士はたった一人、この洞窟へとやってきた。案の定、中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえ、ちっちゃん。そんな勇敢な戦士なら、オイラが知ってるはずだよ。ほう。ここから先は、より注意深くな。邪気が強くなっておる。瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉をすべて閉めれば試験終了じゃ。殺してかかるがよい。作られたものじゃ。さっきの祭壇は貴族を封印するためのもの。この祭壇はセトラが貴族と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで？貴族は敵なんだよね。ほうほうほう、
善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するに過ぎん。さあ、ナナキ、お前の力で道を切り開くのじゃ。ナナキよ、強くなったのまあね、戦士の試験はこれで合格。ほうほうほう、わし一人じゃ決められんの。え、あの戦士の意見も聞こうではないか。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって、あれが瀬戸、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は、母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったと思う。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら、一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。オイラが小さくて弱かったから。ほう、
あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウトたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見て聞いてもなんか知ってるような気がしての、偉大な知見が含まれているかもしれん可能性をわしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、ナナキよ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。ナナキを頼む。ああ、分かった。うん。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。できるな、ナナキ。もちろん。だって。オイラはコスモキャニオンのナナキ。戦士セタの。息子だ。勇武にして果敢な戦士セトよ、そなたの一族に再び我らの願いを託したい。さすがセト、寛大な心に感謝する。戦士ナナキ、そしてセトラの民。共に来てくれ。じっちゃん。ほうほうほう。面白いことになってきたの。報酬は2000だな。ただでいい。行くぞ。状況がわかんないんだけど、これ何？私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません？
てか普通怖がる状況とちゃいます。だってなんか礼儀正しいじゃん、あの貴族。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。マテリアくれるとか。奇遇ですが、我々もマテリアを求めているのです。さ、乗って乗って。船の揺れに体を合わせるといいよ。こんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静かに、星が聞いています。聞かれちゃまずいのか。星が知る、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々コニエムの精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なななな、あなたが継承したのは血だけなの。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。知らないのに長く生きられるでしょう。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して、すっげえ痛かった。確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたの。なんのわけがわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし
それに、なんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。ちょっと付き合ってくれ。いいけど、何を。歩きながら話すわ。なあ、クラウドの様子は。重度の魔鋼中毒って感じだな。今のところ回復の兆しはない。まあ、あちこち当たってみるよ。そっか。元気になったらあいつ得意げに話すんだろうな。魔鋼中毒からの帰還とかそんな話をさ。クラウドってそんなやつか。自分を価値ある人間に見せようと必死。そんなことしなくたって俺たちは一目置いてたのによ。そうだザクス、あんたも何でも屋やったらどうだ。何でも屋結構需要あるぜ。考えとくわ。新ラビルの2点の8番街では色々なこと。この駅ここでよくデートの待ち合わせをしたねえ、聞いた。魔鋼炉が飛ぶ。見ろよこれ。何7番街の壊滅は神羅の自作自演。神羅の横暴を見過ごすわけにはいかない。民衆の怒りを思い知らせよう。神聖アバランチメンバー募集。希望者は野外集会所で待て。うわ、大胆だろ。こんなの神羅にも筒抜けだぞ。希望者が集まってもみんな捕まる。捕まえるなんて面倒なこと神羅がするかよ。いきなり撃たれてそれでおしまいだ。だったらなおさら。でもアバランチにはそんなことはものともしないバカ野郎が必要なんさ。おい、まさか行くつもり。あ、もう。プレートからだと亀裂がもっとよく見えんのかな。あんたは人生の目的とか意味とか考えたことあるか。あるかな。めちゃくちゃ考える。見かけによらない。神羅に入ってからいろいろあったんだ。いやもう、あの裂け目は天罰だ。俺も目覚めてからずっと考えてる。おかげで毎日自己批判だよ。なあビッグス、さっき何でも屋は需要があるって言ってたよな。ああ。誰かもうやってんの何でも屋。クラウドに決まってるだろ。あんた本当に友達か。クラウドとはいつ知り合ったんだ。え、俺は作戦の前の日だから、あれ何日前だ。ああ、俺どうも時間の感覚がおかしくなってるな。あ、それ俺もなんだ。どういうこと。俺に聞くなよ。笑える。俺はさ、空の叫び
2番目か3番目が好きなんだ。居心地が良くてさ、うん、やるかやらないかを決めるよりどうやってやるかを考えるのが性に合ってる。いいじゃないの。どうしてそんな俺が残されたのか、話はそこに戻る。必要なんだろあんたのその性分が。誰が求めてるんだ。そりゃあ風を吹かせたやつ。あの風誰が吹かせたんだろうな。俺に聞くなって。エアリスと一緒にいた兄ちゃん。私たちにできることあるかな。これからは好き勝手にやろうぜ。まずは金だ。そろそろだ。用心してくれ。ああ。誰もいない。気持ちいいくらいな。ま、シンラもいなくてラッキーっと。誰だ。え、あれ、応募者。はあ、んなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見てやろうと思っただけ。でも残念、当てが外れちゃったみたい。じゃねー、私行くから。俺の使命はこれじゃなかったみたいだ。意味なんてなかった。俺は選ばれたわけじゃ。付き合わせて悪かったな。ビンクス、なんか見つけようぜ。世界が終わるなんて誰が言い出した。なんか変だろ。どうしてみんなそんなことを受け入れてるんだ。このままじゃダメだって。探そう、なんか見つけよう。なんかってなんだって話だよね。今はまだ思いつかないけど、夢とか希望とかそういうのを見つけて、それをグッと抱きしめるんだ。グッと？なあ、ギュッとでもいい。あんたいいやつだな。考えとくよ。じゃあまたな。クラウドの見舞いもそのうち。ああ、ちゃんと考えろよ。俺も家に帰りますか。うちだってよ。ただいま。おかえりなさい。おかえりなさい。ビッグスいたぞ。元気だった。本当？今度来るって。やったー。父ちゃんやティファのこと知ってた？あ、ごめん、その話はしなかった。もう、うん、ザックス、2階の様子を見てきておくれ。おう。必ず会えるよ。みんな同じ場所を目指しているんだから。いつ？そんなに先じゃないと思う。
ただいま。風、エアリスだろ。もしもし。よそ者の義賊を星は受け入れてくれない。ライフストリームに帰れないんだね。それって死なないってこと？無敵じゃん。生きてるっちゅうわけでもないんでっしゃろ。そんな中途半端な状態、死ぬより苦しいとちゃいます？死んだことなんかないくせに。あ、っていうかあんた生きてるの？にゃっはっはっは。中途半端は僕でっか。君はマテリアを求めたり。私もだよ。下がっている。燃えるよ。Oh,
ザラッとするぜ。あんまりいい感じじゃねえな、ここは。貴族にとって癒しは無になること。この星から消えるんが願い。せやなかったら星音を消す。こわっ、そのマテリア、私みたいにしっかりした人が管理した方が良くない？関わらん方が得策やと思いますけど。もう遅いようだな。おいらたちに何のため息なんだろう。このマテリアを避けては通れないらしい。あいつの言いなりにはならない。どこまで騙せるかわからないが、話を合わせよう。でありました。死してもなお異物。されません。星が見張るこの土地に縛り付けられ、生きることも消えることも許されず、無意な土
時を過ごす苦行、この苦行から解放されることが我々の悲願になりました。星が育んだ無なるマテリアを手に入れ、一族の願いを注ぎ込んだのです。長い時の果て、マテリアはついに願いを受け入れ、我らは大いなる癒しのマテリアを手に入れ、悲願が叶う。ついにその時が来たと喜んだのもつかの間のこと。憎きセトラがこの地に入り込み、我らの宝を奪い取ってしまったのです。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。それこそがあなた方に託したい我らの願い。セトラの末裔が協力してくれるのであれば、長きわだかまりも消えてなくなるでしょう。手がかりは？黒マテリアはセトラの神殿に隠されたと聞いています。セトラ、古代衆、神殿、知らねえか。僕、わかると思います。うつろなるものよ、信じてよいのですか。 Hey you! 皆さんの未来、占うで。明るい未来、愉快な未来。こいつが言うなら大丈夫か。信じて。まず地上に出よう。了解。見ててよ、父さん。無事にお戻りになられましたね。ブーゲンハーゲン様のもとへ案内いたします。どうぞこちらへ。キシシシシシ、うまく騙せたよね。あの義族の亡霊、私たちがマテリア持ってくると思ってるよ。大いなる癒しとかなんとか言ってたが、要するにとんでもねえ威力の恐ろしいマテリアってこと。奴らに渡すわけにはいかねえ。あいつより先に見つけないと。あいつって？セフィロスだ。気配を感じなかったのか。セフィロスに関しては
お前がそう言うならいたんだろうよ。じゃあセフィロスもクロマテリアを狙ってるってこと？ああ、そう考えた方がいい。大変、こうしちゃいらんないよ。クロマテリアは私が手に入れるんだから。ねえケットシー、セトラの神殿のことどうして知ってるの？あ、いや、知ってるっちゅうか、心当たりがあるっちゅうか。ああ。昔会社の資料で見たことあるんです。神羅の端末があったら調べられると思います。端末はコスモキャニオンにもあるのか？のはずです。ブーゲハに聞いてみましょう。一安心。もう心配いらないよ、おじっちゃん。おいらは戦士瀬戸の息子だからね。ブーゲンハ、この谷にも神羅のネットワークにつながる端末を置かせてもろてるはずなんやけど、どこにあります？ほうほう、あの端末のことかの。確かにあった。珍しいパーツが使われとったから興味深くてのう。分解してほら、あの通りこの谷の発電機として活躍してくれとるわい。なあ、じゃあセトラの神殿は知ってる？神殿とな、セトラは神など必要としない。神殿など作りはしなかったはずじゃよ。そうなんだ。神殿と呼んだのはおそらく外の人間。セトラの建造物がどこかに隠されているという伝説は多くの書物に残されておる。さすがはじっちゃん。ほうほうほう、場所は明らかになっとらんがの。え？セトラは過酷な運命をたどった種族。見つけたところで容易に足を踏み入れられる場所ではなかろう。行くのならば十分に用心せえ。見て聞いて触れて、書物では得られぬものがそこにあるはずじゃ。無事に帰ったらわしにも話を聞かせておくれ。ブーゲンハーゲン様。なんじゃ騒がしいの。またあの黒いマントが現れまして、いかがいたしましょう。おや、知り合いかな。どこにいるんだ。え、あの谷の入り口です。行ってみよう、クラウド。ああ、ほうほうほう、星の巡りとはまことに面白いものじゃ。星と共にあらんこと、どちらに行かれますか？ナナキ、その人大丈夫なの？ああ、衰弱はしているが、最近多いんだ。魔法中毒だっていう人もいるけど、この症状は…イブル…ニブル…ヘイム…ニブルヘイムって言う。俺とティファの故郷だ。あ、ニブルヘイム！あそこやったら確実に神羅の端末があります。あったとは思うけど。クラウドさん、さっき言ってくれたやろ、僕の言うこと信じていいって。その場しのぎやったかもしれん。
でも僕はクラウドさんの言葉本物にしたいんです。でも、行ってみよう。ニブルヘイムってあのニブルヘイムですか？陸の道は繋がっていませんよ。と不良。空だな。のろしだね。ほな飛行場に戻りましょう。ブロンコ航空のご利用誠にありがとうございます。シノハ、ニブルヘイムまでお願いできますか？ニブルか。ま、なんとかなんだろう。俺にかかればどんな場所でもひとっ飛びよ。待ってくれよ、セフィロス。俺は黒マテリアが欲しい。そう思っただけだよ。なんとなく